ロジャー・ヤングは、架空の宇宙戦闘艦。ロバート・エイ・ハインラインの SF 小説、宇宙の戦士、および、それを原作とする OVA、宇宙の戦士、映画、スターシップ・トゥルーパーズに登場する。地球連邦海軍所属の宇宙艦艇で、主人公、ジュアン・リコの属する陸軍機動不評部隊、ラスチャック・グレン隊の兵員輸送艦。機動不評とは、 ハワードスーツを装着した未来の宇宙の不評である。艦長はイベット・デラドリア大員。軌道不評1個正体を収容、運用する小型コルベット艦であるが、大型艦より足が速いため、牽制、か乱任務などに適している。その作戦行動は超高速工法で、敵惑星軌道上に進出し、軌道不評を収容したカプセルを出して、 惑星上に降下させる。作戦終了後は地上へ回収艇を送り、軌道上まで上昇した軌道不評小隊を収容した後、中域から離脱する。単に兵員輸送艦というよりは、宇宙戦争における強襲揚陸艦に近い艦艇である。なお、クルーは宇宙海軍に所属しており、ジョニーたち陸軍兵士とは日常生活レベルで、際や微妙な祖母がある。 早川文庫 SF 版への登場の際には、パワードスーツと同じくスタジオヌエの宮武、和孝によってデザインされた。改修帝は、小学館の少年雑誌、ボーイズライフの連載小説、宇宙の特攻兵に描かれた中西達太の挿絵をベースにした、円盤型宇宙船に近いデザインであった。デザインは、早川 SF 文庫版と同様に、宮武和孝によるが、 作画の手間を考慮してリデザインされている。詳しい諸元が設定されている。原作版に比べて、兵員収容数も多く、戦闘機部隊も配備された、宇宙戦艦とされている。所属は、地球連邦軍機動艦隊で、艦長はダラディエ。オペレーションドイアリティの行動中、惑星 P 機動上より、リコグレン隊の所属する、第6機動不評師団を降下させた後、 地上からのプラズマバグによるプラズマビームの直撃を受けて大破し、撃沈された。作中における設定では、軌道不評の兵員輸送艦たる宇宙戦闘艦には、地球の過去の戦士の中での不評にちなんだ命名が、されている。大型艦は、不評が活躍した戦場の地名、ロジャー・ヤングを含む小型艦は、戦闘において、名を成した、不評個人の名前が付けられている。 ロジャー・ヤング号の名の元となったのは、第二次世界大戦中に、アメリカ陸軍の軍人として戦ったロジャー・ウィルトン、ヤング一等兵である。1943年、南太平洋のソロモン諸島入場時ア島にて、自らの属する正体を守るため、敵である日本軍の機関従人地を単身攻撃し、手榴弾で爆破に成功するが、戦死した。その行動により、 正体は、無事に脱出することができた。その軍港を称え、個人に、アメリカ軍人の最高の栄誉とされる、名誉勲章が授与された。ちなみに、原作で、リコが、ロジャー・ヤング号以外に上官した、兵員輸送艦の名は、バリー・フォージが、アメリカ独立戦争におけるジョージ・ワシントン率いる、大陸軍の宿営地から、トゥールが、トゥール・ポワティエ艦の戦いの戦場から命名されている。 作中において、小型の船舶は著名な兵士の、大型船舶は著名な戦場の名前を付けるという規則がある。ありがとうございます。